メッテニウサ族、メッテニウサ族、学名、メッテニウサは、非植物のメッテニウサ科に属する属のうちの一つである。学名は、1860年に、ドイツの植物学者のヘルマン・カールステンが、同国の植物学者のゲオルク・ハインリヒ・メッテニウスに、県名したことによる。メッテニウサ族には7つの種が確認されている。タイプ種は、メッテニウサ・エデュレスである。 上位のトガとして、メッテニュサカを置くことが提案されたのは、アダルバート・シュニッツラインの研究に遡り、1860年にヘルマン・カールステムによって有効とされた。2016年のエページー4では、メッテニュサカは新設された、メッテニュサ木に属する。メッテニュサ属は、葉が補正につく、木元植物である。花は、両性花であり、規則的な楕円形の三望下女につく。 学は小型で、半円形。果敢は、短い環状。おしべは5本。薬は、術状。めしべは五神皮合成で、脂肪は、学、花弁の基部より上にあり、五両形。脂肪質は一つで、大きな糸状の花柱の上に、天井の中等がある。果実は、木質の果皮を持つ硬い角化である。種子は、白い胚乳を豊富に含む。 メッテニューサ族には7種が含まれ、中米とコロンビア、ベネズエラ、ペルー、エクアドルといった南米のアンデス山脈地域にかけての鉱山地帯を中心に広く分布する。主に標高250から2000メートルの霧の多い山林の中で見られる。以下の種が含まれる。メッテニューサイ・デュレスの種子はコロンビア北部及び東部の原住民の食料となっている。ありがとうございます。